はい、ということで皆さんに今日は集まっていただきました。はい、はい、今日はですね、皆さんにインドネシアのダンスをちょっとしていただきたくてですね。おー、何ですそれ。ケチャダンスっていうダンス、皆さんご存知ですか？ケチャダンス知りませんな。分からない、分からんな、正直。ああ、なるほどなるほど。聞いたことがないですね。言葉でね、説明するよりも見てもらった方が早いかなと。まあね、なるほど、思いますので、うん、ちょっとこちらの映像を見ていただいていいですか？ダンシング、ダンシング、ダンシングって言うの？いっぱい入ってきた。うん、割と観客動員数ナンバーワンや。観客の人めちゃくちゃいるもん。めっちゃいるな。演者もめっちゃいるもん。まあ、多いね。チャッチャッチャって言って、ケチャ、ケチャか。座りから始まるの？すごいね。この迫力だ。出さなあかんってこと？すごいな。4人、大丈夫これ4人でいけんのこれ。4人でいけるこれ。4人でいける。相当な数やるよこれ。結構いるんだ。すごいな、衣装とか。この、これ出せる？大丈夫これ。足りてる？ざっと40はいるで。確かにな。俺ら4人しか10倍やな。1人10人分の誰かの書き集めてきた方がいいじゃん。これはまずいぞ。観客の人もエグいな。めっちゃちゃんとしっかり見てるもんな、みんな。めちゃくちゃ満員やん。めちゃくちゃ満員御礼やん。すごいね。チャ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 って言ってる。なるほど。なるほど。すごい、まあ、伝統というか、うん、すごい、なんか島っていうか、なんかこの、なんていうかな、民族的な。そうですね。これなんかそういうあれなんですか？そういう意味があるんですか？そうです。これあのバリ島の舞踊。舞踊なの？そうなんですよ。なんか上半身裸の男性たちが、うん、皆さんケチャケチャって言ってると思ってると思うんですけど、ケ、あのケを発音しないんですよ。チャ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 って。チャ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 って。チャチャブーみたいな感じじゃん。チャチャブー、あーモンスターみたいな。大勢で円陣を組んで踊るバリ島の、うん、まあ、舞踊。大勢なんよ。4やねんな。無勢やで、こっち。え、これいけんのこれ。無勢の方やからな、俺ら。まあ、その気持ちがあったらいけると思います。なるほどね。ということで、まあ、ちょっと今日、皆さん、衣装を準備してますんで。お、何何？なるほど。それをして、まあ、踊っていただく。衣装もそうやけどな、この格好やったら。確かに。まあ、ちょっと練習して、はい、じゃあ、実際、本番のダンスという感じ、やっていきたいと思います。はい。はいはい、Dancing, dancing, 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 dancing,真的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 。はい、ということで皆さん踊っていただきました。ケチャダンスどうでした？いや、まず衣装思ってたのと違った。僕は民族衣装やっぱ準備が難しいっていうのと、あの YouTube でやっぱ最近ジョーラとかいろいろ厳しいので、苦肉の策じゃないですけど、こちらの衣装を準備させていただきました。ない方がいいですね。全身モザイクしてくれるんですよ。やってる身としては、うん、楽しかったですよ。大丈夫、ちゃんとできてるから、うん、なんか 見る映像とかもなんかこう断片的なもの得られる情報がなかったので、まあ、もしダンス踊れるよとかって言ったら、うん、教えてほしいですね。そうやな、ちゃんとプラス
見よう見まねで、まあ、とりあえず頑張ったっていう感じやから。そう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 、インドネシアの人たちが見て、いや、僕めっちゃ合うと思う。そうか、まあ、こうやって連れてくれるのが一番、一番そういったことにいいかな、うん、実際に見に行くという、うん、そうですね、うん、ほんまにね、うん、そう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 、まあ、文化を知れたという意味では良かったのかな。そうですね、まあ、もうちょっとね、その例えば、まあ、もっとね、もっとこう中身を知れれば、確かにさらに人間ができたかもしれない。確かに、あ、確かに、やっぱりちょっと今後もそうやな、これを勉強するっていうことを怠らずに、うん、そうやっていければいいんじゃないかなと、そうす、思いますね。そうですね、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、頑張るぞ。今回なんとスペシャルゲーム。